中国電力は先ほど記者会見を開き、家庭向けの規制料金の値上げを国に申請したことを明らかにしました。申請は現行の料金と比べると平均で3割余りの大幅な引き上げとなっています。中国電力が今日経済産業省に申請したのは、国の認可が必要な家庭向けの規制料金の値上げです。ウクライナ情勢や急速な円安の影響で燃料費が高騰したためとしています。一社でこう抱え込むという状況ではないというふうにもはや判断をしたということで、まさに苦渋の決断ということでございます。しっかり供給、安定供給というのはやはり原点に立ち返ってですね、我々一生懸命頑張る必要があると。値上げの対象となる規制料金使用の家庭は全体の2割余りにあたるおよそ110万件です。中国電力によると現行の料金と比べると平均で 31.33% の値上げで、月260キロワットアワーを使う家庭の場合2399円の値上げとなります。一方、現在規制料金よりも価格が上回っている自由料金も見直すとしており、最も主流なプランで平均的な利用をした場合538円安くなる見込みとしています。いろんなものが上がるし、なんかやっぱりちょっと響いてきますよね。野球料はそんな上がるわけじゃないし、全部が上がっていったら生活がどこまでできるか。暑い時期エアコンなしが絶対無理だから、やっぱ電気代が怖いよね。電気代だけではないですね。もういろんな物価が上がってますしね。値上げはしてほしくないということが一番ですけれど、なるべく節電はしたいと思います。中国電力が目指す料金改定の実施は来年4月、一方国による審査が今後4ヶ月程度かかるとみられます。